今年のブドウの出来どうですか、うん、例年通り美味しいですね。今年は、まあまあ、コロナ禍3年目ですかねの中での仕込みになるんですけれども、まあ、天候的には非常にワイン用には恵まれている年だと思います。ただちょっと暑すぎるのでその点が心配なんですが、まあ、雨が少なくて台風が少ない今のところですね。ですので、まあ、順調にいってますので非常にこういいヴィンテージの年になるんじゃないかという期待感が高まっていると思います。今日仕込んでいるワインはビオネのヌーボーとしてですね、今年の新酒2022年の、まあ、ブドウで仕込んだ今年のお酒ですから、10月下旬をですね、ぜひ楽しみに飲んでいただいて今年のお酒をみんなで分かち合いたいというふうに